マッチングしました。ヤガラ市場縄張りバトルです。みなさんこんにちは、ヒレオさんチャンネルです。今日はシャープマーカーを持って縄張りバトルをしていきたいと。はぁ、なんで煽ってんですか。相手が回線落ちたからって煽ってんじゃないですよ。ちゃんとやる気を見せてくださいよ。煽りはダメですって。はい、マッチングしました。ヤガラ市場縄張りバトルです。皆さん、こんにちは。ヒレオさんチャンネルです。今日は、うなちゃんのコスプレをして、シャープマーカーを持って、縄張りバトルをしていきたいと思いますと言いたいところなのですが、実はね、これ僕じゃありません。うわ、うなちゃんインク切らしてるじゃないですか。これね、うなちゃんの動画に僕が後撮りで見ながら喋ってます、今。ね、危ない危ない、うなちゃん帰って、危ねえ、うなちゃんナイス、危ないじゃないですか。ちゃんと帰って、えらいえらいえらい。僕が褒めてあげよう。うなちゃんね、体調悪いんだよ。なんかね、お尻痛いんだって。でね、お尻から熱が出ちゃってね、大変なんですよ。でね、お尻から熱が出ちゃって、声が出なくなっちゃったんですよ。どういうことって感じですけど、まあ僕にもよくわかんないんですけど、でも、だからお尻の菌が喉まで行っちゃったんだと思うんですよ。だから、僕がね、代わりに喋ってます。あれなんですよ。うなちゃんから助けてほしいって言われて、僕ね、本当はね、今すぐにね、ゼルダの生放送する予定だったんですけど、ね、うなちゃんどんだけインク切らすんですか？僕と一緒じゃないですか？インク管理できないの。でも、うなちゃん強い。ボムで倒してるし、シャプマだからちゃんと塗ってる。偉いね。けど、うなちゃんがシャプマ使ってんの、珍しいですね。あれか、体調悪いから洗濯機はダメなのか、うなちゃん。おー、うなちゃん強い。ちゃんと倒して、偉い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 。頂上にも恐れずに行くうなちゃん、すごいじゃないですか。うなちゃーん、でも風邪ひきすぎじゃね？なんか、結構さ、なんか僕さ、うなちゃんがコロナになったりさ、うなちゃんが体調悪い時結構僕助けてんですけど、僕コロナに一回しかなってないから、なんか、うなちゃんに助けてもらったこと一回しかないんですよ、動画関係で。で、僕もこれで多分3回ぐらい助けてんですよ。で、ちょっと、恩返ししてほしいですね、うなちゃんには、いずれ。うなちゃんに恩返しを請求します。まあでも困った時とかね、なんだ、大変な時とかはね、お互い様なのでね、仲良しなので助け合うことは当たり前なんですけど。でもなんか、ねえ、食じゃないですか。だから、菓子二つっていうことにしておきましょう。今頃うなちゃんはなんで二つなんだよ。一つだろって思ってるかもしれないですけど、まあ二つということで。うなちゃんには後で美味しいお肉をおごってもらいましょう。なんでもそれじゃアイコンになったんですか？倒してくださいよ。最後の最後で。ダメでしょ？相打ちで許されると思ってんのか？相打ちで許されるのは僕だけなんですから。ごめんなさい。ごめんなさい。いろいろちょっともしかしたら口が悪かったかもしれない。人の動画だからと思って。ありがとうございました。うなちゃんお大事にね。